おかわかめを茹でるな。この動画では食材の美味しくなる使い方を紹介しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おかわかめとは別名雲南百薬と言われるほど非常に栄養価が豊富なスーパーフードです。代謝アップやダイエット効果、歯や骨を丈夫にするマグネシウムはレタスの8倍、その他亜鉛、カルシウム、ミネラル、ビタミン A がたくさん含まれていて、糖尿病リスクを低減したり、いいことがたくさんの嬉しい食材です。生産は沖縄や九州が中心で、お店で見かけることが少ないレア食材です。今回はおかわかめを使った下処理の方法と美味しいレシピを紹介いたします。まずは下処理の方法です。おかわかめを洗います。水気をざっくり切ります。フライパンに入れます。水を大さじ2加えます。この時まだ火はつけていません。蓋をします。中火にしてください。ふつふつしてきたら塩をひとつまみ振ります。弱火にし再び蓋をします。1分待ちます。1分が経ったら出来上がりです。ざるにあげ粗熱を取ります。水っぽくなるので水にはつけません。これで下処理の完成です。今回はこの下処理をしたおかわかめを使って作っていきます。1つ目はおかわかめの納豆和えです。材料はおかわかめ下処理済み、納豆1パック、ごま油小さじ1です。下処理をしたおかわかめをみじん切りにします。おかわかめは熱を加えることでわかめのようなぬめりが出ます。弾力のある歯ごたえが出ます。色合いも良くなります。納豆を混ぜます。ここにおかわかめを加え混ぜ合わせます。納豆についているタレ、ごま油を加え混ぜ合わせます。ぜひ熱々のご飯にのせてお召し上がりください。2つ目はおかわかめの梅肉和えです。下処理済みのおかわかめ、梅干し1個、油小さじ1、かつお節1つまみ、胡椒少々です。おかわかめを1センチ幅に切ります。梅干しは種を取り除き包丁で叩きます。ボウルに入れ油小さじ1を加え混ぜ合わせます。仕上げに鰹節、胡椒を加え混ぜ合わせたら出来上がりです。3つ目はおかわかめのおひたしです。下処理済みのおかわかめ、ポン酢大さじ1、鰹節適量です。おかわかめを5ミリ幅に切ります。ボウルに入れポン酢大さじ1をかけます。鰹節をのせたら出来上がりです。4つ目はおかわかめのナムルです。下処理済みのおかわかめ、ごま油小さじ2、にんにくのチューブ1センチ、塩2つまみ、すりごま大さじ1、海苔1枚です。おかわかめを5ミリ幅に切ります。ごま油小さじ2、にんにくチューブ1センチ、塩2つまみ、すりごま大さじ1を加え混ぜ合わせます。おかわかめ、海苔を1枚ちぎって入れます。混ぜ合わせたら出来上がりです。ぜひ美味しいおかわかめをお楽しみください。本日は以上です。
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。